ついこの間、東北地方を台風が過ぎ去ったかと思えば、今度の台風は九州から日本列島を舐めるように縦断する予報が出ています。しかも、非常に強い勢力で1000ミリを超える記録的大雨の恐れがある最強クラスの台風。 そう報道されています。宮崎県や鹿児島県では多数の人が被害を受ける恐れがあるとして災害救助法の適用を決定したそうです。また、厄介なことに台風から離れた地域でも線状降水帯が発生したり竜巻なども発生しています。今後、 避難指示などが出る地域も拡大するでしょうから、早めの避難を心がけるようにした方がいいかもしれませんね。コンピューターが進化して、気象情報も随分と正確性も増しましたが、さすがに自然現象までは予測が難しいので、今回の台風10号も当初の予報とは随分と差が生じています。 だからこそ、刻々と変わる状況を受け取れるように、テレビのニュースだけではなく、スマホなどデジタルを活用して、素早く最新の情報を得られるようにしましょう。デジタル化された情報を活用するためには、まずデータを集めなければなりません。ですが、 データを集めるのがまだまだ困難なものもあります。例えば、ペットの行動です。ペットとの意思疎通は少なからずできますが、人間同士のコミュニケーションのようにはいきません。そこで注目されているのが、ペットの世話と関連が深い IT 技術、ペットテックです。 デジタルグッズを活用して日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はペットテックについてお話ししましょう。IoT を活用して 健康管理をしている人も多くなりました。これをペットにも応用したのがペットテックです。ネットワークカメラで自宅のペットの様子を外出先から確認するような使い方、こういうのを紹介されているのを雑誌やテレビで見かけたこともあるのではないでしょうか。しかし、これは特にペット ペットに特化しているわけではありません。ペットに特化している IoT デバイスといえば、食事を供給できるスマートフィーダーでしょう。アプリを使って、好みの時間、好みの分量を提供できますが、現在提供されているスマートフィーダーのほとんどは、 犬と猫が対象のものになります。そして、ペットの健康をモニタリングできる IoT デバイスも登場しているんです。首輪につけることで、ペットの運動量を管理できるようになるんですよ。その上、脈拍や呼吸量から、睡眠状態も管理できるんです。また、 GPS を搭載している製品なら、居場所だって特定することが可能になりますので、家を飛び出して行方不明になったペットも探し出すことができます。さらに、スマートトイレを使用することで、排便、排尿の管理も可能になるんです。ただ、 あくまでも回数や量を管理するための IoT デバイスですから成分分析などができるわけではありません。このようにペットテックとして今までなら管理できなかったことを IoT デバイスで簡単に管理できるようになっています。管理するということは感覚的だったことを 目に見えるデータ化するということです。これはペットの健康管理に非常に役立つ情報でしょう。ペットの体調不良をいち早く察知して、動物病院で獣医に相談する。これはペットの健康寿命を伸ばすことにもつながりますからね。今では獣医のオンライン診断も増えつつありますので、 その際には集めたデータを提示することで、症状の把握、そして診断も早くなるでしょう。ペットは、私たちの生活に寄り添い、生活を充実させてくれる家族の一員ですから、ペットテックの導入を検討するのもいいかもしれませんよ。もちろん、ペットだけではなく、 私たち自身の健康管理も怠ることなく、しっかりとしときましょう。デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。さらに過去に配信した内容を再編集、再収録した形で YouTube ミュージックでも配信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。 デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。